前回のあらすじ、桃井のことを好きと自覚しました。ついでにキスもしました。カップルコンテスト優勝おめでとう。ってくらリアクションは、いや、おかしいだろ。俺なんで好きになっちゃったんだよ。いつまで浮かれてんですか。委員長、文化祭気分は早く捨てて、来週のテストに向けて勉強してください。俺勉強は、ちなみに赤点取った人は放課後みっちり補習があるので。悩みが増えた。ルイとアホじゃん、どうすんの。おう、じゃあさ、ミミちゃんに勉強見てもらえばいいね。は？ようこそ。なぜ俺はこいつの家にいるんだ。任せて。どっから来た。なんで急に家だよ。だってミミたち付き合ってるし、ゆっくり勉強できるし。な、付き合ってはねえだろ。レッツゴー。でもカップルコンテスト優勝したし、あー、キスもしたし。あー、あれは賞金のためで。つうか、男を家にあげるとか危ないだろ。なあさん、あ、危険なの俺だわ。ちなみにお気に入りはこのレイ君ね。俺の幼少期どうやって。えへ、可愛くてつい。これは俺がこいつのこと好きってバレたら死ぬまで一緒だよ。うん、確実にやられる。早速始めよっか勉強。ここは無になるしかない。無無無。これはわかる？